中谷防衛大臣は北朝鮮が弾道ミサイルを発射する兆候があるとして自衛隊に対しミサイルを迎撃できる破壊措置命令を出しました。これを受けて東京市ヶ谷の防衛省などに迎撃ミサイル PAC-3 を配備したほか、イージス艦を日本海に展開させるなど迎撃態勢を取ることにしています。韓国の聯合ニュースは韓国政府の消息筋の話として北朝鮮が東海岸に中距離弾道ミサイルムスダンとみられるミサイルを展開したと伝えました。